羽生結弦も実践している、自分美、探しトレ、人気美容家、深澤明のルンルン、ビューティー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。美容マニアよりも、自分マニアこそが綺麗への最短切符。自分を好きになる特効役、あるんです。こんにちは。美容家の深澤明です。前回の連載で、 大人が綺麗になるためには、自分らしさと幸せ感が不可欠というお話をしました。そこで私が考案する、ルンルンビューティー、メソッドの一つをご紹介します。自分らしさを大切に、毎日を機嫌よく、ニコニコ過ごすために効果的面。実践すると、チャンスやミート、出会いが訪れて、パワーやライブを授かることができる。一言で言うと、運気のいい綺麗な人になる方法です。エディターも田た。 かもりた幸福感を高めるルンルンビューティーまずは何を始めたらいいのでしょうかファーストステップは、まずは自分を受け入れるチャレンジから、すっぴん時の疲れて見える顔、ほうれい線のシワといったカレーのお悩み、顔が大きい、油性肌で毎日気になる毛穴といった生まれ持ってのお悩み、いろいろあるとは思いますが、見つめる眼差しはそこではなく、自分の外見で、好きなところ、人に褒められるところ、 磨いていったらもっと光りそうなところを3つ上げてみてください。森田、うん、3つもあるでしょうか師匠、このアドバイスをすると、はじめはそうおっしゃる方が多いんです。笑い、が、必ず誰でもあります。美容が自己肯定感を高める頼もしいツールになってくれるんです。私自身で言うと、深沢明といえば白艶肌と言っていただくことが多く、美容家としてトレードマークになっている肌を大切にしています。 初対面の人と会う時や写真撮影の時などは、肌が引き立つ白のお洋服を選ぶことが多いです。また、ピンと立った耳もチャームポイント。髪型は耳を出すアップスタイルが基本で、存在感のあるアクセサリーをつけることもポイントです。自分にしたくなる、いいね、を記録してみよう。あなたは、自分の肌や髪、ボディがどんな感じの時にルンルン、しますか例えば、朝起きた時、私の肌ってゆで卵。 って思うくらい、ツヤツヤだと嬉しいとか、体重が丸 KG くらいの時は、羽が生えたように体が軽く、ポジティブな気分にしかならないとか、自分なりに、私いいね、と感じる目安がありますよね。それを記録、または記憶して、そこを目指す、もしくはキープすることを目標に、日々予定入れしてみましょう。筋肉は裏切らないという有名なフレーズがありますが、美容も自分に合ったアイテムで正しいケアを続けるほど、 結果が出ます。さらに具体的な目標がある方が綺麗になるスピードはアップします。だから自分なりのここだけはというポイントを決めて磨き上げ、美の成功体験を作っていくと、いつしか私って綺麗な人っていうことになってるからよろしくねっていうくらい自信が持てるようになります。森田、なるほど。目標設定をいきなり高くしすぎないのもコツかもしれませんね。女優のさんみたいになりたい。 20歳の若さをキープしたいという森目の理想を掲げるよりも、ちょっと気合を入れれば叶いそうなところならば、頑張れそう。いきなりエベレストに登ろうとすると酸欠になるので、まずは下から頂上が見えるくらいの小山を登りましょう。そして、毎日、今日の私はいい昨日したことは結果が出てると、問いかける習慣をぜひつけてください。自分にとってのベスト体重キープに効果的な習慣が、 毎朝体重計に乗ること。また、朝起きた時に鏡を見て、5段階評価で自分の肌に点数をつけ、超自分管理、リズムケアというアプリに記録するようにしています。すると、このブランドのコスメは私の肌に合う。23時前に寝ると肌の明るさが全然違う。など、自分に対する新発見がいろいろありますよ。森田、レコーディングダイエット。 毎日の食べたものと体重を記録するダイエット法みたいですね。そうです。やっぱり、体重 00kg とか、ウエスト 00cm とか、数字で記録できるものは分かりやすいのでレコーディングしやすいのですが、肌も、例えばホテルやレストラン評価のように、欲しいつ,つ、とか、または絵文字のニコニコマーク、泣いてるマークなど、自分が簡単に楽しく毎日続けやすい方法でレコーディングするのがおすすめです。 さらに、今日のお通じは見惚れるほど完璧だとか、整理前のむくみが半端ないとか、自分観察マニアとなって気づいたことを何年も書いておくと、例えば2ヶ月後に、いつも同じ時期に同じことが起こるなどと分かってきて、自分美コントロールマニュアルができるほどになります。毎日続けることで、継続できている自分に自信がつくという、副効果付きなのも嬉しいですね。森田、フィギュアスケートの羽生ゆさんも、 自分観察日記を長年つけていることで有名ですよね。ジャンプがうまくいったとき、逆に調子が悪いとき、日々の様子を記録し続けると、後から読み返したときに発見があって、傾向と対策がわかると、発見ノートと呼ばれていますね。彼は手書きで練習の内容や、ジャンプするときの手の位置や足の動きまでとても細かくノートに書き留めているそうです。まさに自分マニア。 それが自分の目標や夢を叶えるために超効果的な方法なんです。答えはみんな自分の中にあるんです。自分がどうしたらルンルンするのか、幸せな気持ちになれるのか、自分が主役の自分観察日記をぜひ始めてみてください。長年続けている私も、その効果を保証します。美容家、深澤明さん、深澤明1977年生まれ、女性は自分に合った正しい美容法を行えば、 年齢に関係なく誰でも必ず綺麗になれる、をモットーに美容情報を発信。また、誰もが自分らしい綺麗と幸福感が高まる、独自のメソッド、ルンルンビューティーを提唱。ビューティーは、綺麗になるのがゴールではなく、人生に、ラブ、パワー、チャンス、ミート、をもたらし輝かせてくれる、ガセオリー。インスタグラム、ランルーネイキン。